どうも、シャーペンです。今回は明日モンストニュースでした。というわけで、明日のモンストニュース予想のコーナーですね。この動画では去年の今頃のモンストニュースを振り返りながら明日のモンストニュースがどういったものになるか考えていこうという動画でございます。ただこの動画で言うことはあくまでも傾向からの予想なので絶対に来るという考えを控えていただけると幸いです。もう念仏ですね、これも。で、今回参考にしていくニュースは去年の10月24日のものを振り返りながらやっていきます。ご覧ください。で、まず、モンタマ新限定キャラクター、かよの姫発表。まあ、3体目でしたね。ただもうこの頃はね、モンタマリドラとか、ゲージのシステムあったかわかんないですけども、まあ、かなり簡単に入手できましたし、最初の頃の格寿司とかね、本当にレアだったんで、もう今持っててすごいとはあんまなんないですよね。で、かよの姫に関しては鉄製でティファレットとかありまして、モンタマ限定キャラの中だったら一番実用的かなと思ってますね。まあ、今の原則壁環境に適応してますし。で、今年もまあそろそろモンタマ新限定かなっていう、1年に1体は出てると思うんで、くんじゃないですかね。でもどういう枠なんだろうな。原則壁枠は持ってますし、まあそんな別に、ね、使えなくていいんですよね。もう本当コレクション枠でもいいぐらい。で、あと関係ないですけど、重心化するんですかね、この辺って。もう普通に今さっき言ったように、ね、手に入りやすいんで、重心化してもそんな批判はないと思いますし、どっかのタイミングでしていいんじゃないかなとは思う。まあそういう感じです。で、情報修正と、まあそんなにいっぱいじゃなかったですけど、この頃はミカルの SS が8ターンからなりまして、使いやすかったですし、あとバルキリーの友情コンボが強化されたっていう修正でしたね。本当にまあ、普通の修正。で、次回の情報修正なんですけども、前回情報修正が8月の下旬ですね。この限定キャラクター満載の修正だったやつですけども、で、そっから2、3ヶ月後に開催が予定されてるんで、まあ本当に今回ニュースぐらいから来るかなって感じですね。まあさすがに明日来るとは思ってないですけど。で、まあ誰がしてほしいかって言うと、やっぱ今は僕はもう、アグナムト X ですね。いや、ハレックスがね、あんな救われた今、本当にかわいそうな状況になってるんで、もう今すでに下位ですし、やっぱ情報修正、コネクト条件の緩和やら、もっとそれ以外も手をつけてほしいぐらいですね。よろしくお願いします。で、重心化はヤマト。まあ、これも6周年重心から発表されていて、ここで詳細が出たっていう感じですね。で、ヤマトはもう元から高い攻撃力にさらにマフジーも乗ってくれるんで、まあ、対象には今でも強いっていう。最近の仕事もらってましたからね。未開の13とかで。まだまだ現役でございます。で、次の重心化と明日の重心化予想なんですけども、前回ニュースでは7周年発表のアトランティスが詳細出たってのと、新たにダンテも重心化しまして、まあ、2体発表されたんですよね。だからもしかしたら今月はこれが続く可能性があるっていう。で、残る7周年重心化はセポネとサスケですね。で、ちょうど来週実装されると、そっから3日後のキンキーで使えるんで、明日はサルトビサスケかなと思ってますね。だからサスケ一応アジンキラーなんですけども、なんかダンテもアジンキラー、しかも L でして、アジンに強いっていうのが被ってるのがちょっとかわいそうでしたね。まあ強さのベクトルは違いますけどね、こっちは貫通なんで。ただなんか不憫だなっていう。で、新しく重心が来る場合ですけども、確か去年はこの時期ぐらいからローレダイとかウォッカみたいな古めキャラクターの救済が入ってまして、まあ、今年もこのサルトビサスケに続いて古めキャラが入ってくんじゃないかなと思ってますね。予想ですけど。で、古めの中で注目してるのは、まあ多分今回光属性だと思ってるんですけど、ゾロとかですかね、まあ修正で超 AGB もらってて、もう結構使う場合もありますし、ジョカとか。例えば重心から毎ターン貫通変化とかしたら、イデア鉄線になりまして、良さげ。友情コンボもホーミングと爆発友情って感じで玄関級に適応してますし、結構優秀なキャラになるかなと思ってますね。割と弁財天で光属性はエンジンかかってるんで、それに乗ってほしいなと。まあ、貫通になるのを考えましたけど、まあ、アベルいますし、まあ、反射もアス売りとかいますけど、だったら軽めの貫通変化がいいなという感じで、来るならゾロで。で、振り返りここまでで追加の予想が、スケジュールから予想できること。なんですけども、20日の23時以降の購入がないんで、こっから多分メンテが入るんじゃないかっていう、アップデートですね。で、このアップデートが入ると、チョコの初クリア報酬リセットなんで、まあ、ここまでには、今、チョコオープンやってない方は、あらかた回収しておきましょう。で、さらになんですけど、その日の20時以降の注目購入も空いているといった感じで、まあ、メンテの直前なんで、可能性低いと思うんですけども、一応、長久クエストの周期なんですよね、10月って。2ヶ月ごとに来てるんで、まさかの長久ってのは、なくはないかなっていう。か、もしくは18日の12時で進撃コラボ終わって CM で始まるんで、まあ、そのイベントの降臨が入る。まあ、激中ぐらいですかね。で、去年このタイミングでハロウィンイベントだったんで、まあ、怖くないっていう。多分明日新イベント発表されると思われます。で、マスターオブですね。これ未だに詳細不明。7周年で発表だけされて、後日ってなってて、で、今様々な予想が繰り広げられてますね。結構皆さん見てるとハードル高えなと思っちゃうんですけど、まあ、そこにさらに期待させることを言うと、この CM がありまして7周年の。で、それ見たんですけども、なんかサプライズって言いながら、いっぱいオーブ掴んでる描写があって、もしかしたら本当に、配布関連の可能性あるかなって思ってますね。ただなんか掴んでるんで、もしかしたら、なんか挑戦して、その結果でオーブがもらえるよっていうイベントの可能性もありそう。まあ一応マスターオーブ配布と言ってるんで何かしらもらえるのは確定してますから、ちょっと期待していいんじゃないかなと思いますね。ただまだ明日情報が来るかって言うと微妙なんで、
もっと温存されるかもしれない。で、劇中震災ですね、この月10月っていうと小野の小町とかカイサルが入ってるんで、まあ、直近でハレルは実装されてるんでないんじゃないかって言おうとしたんですけども、まあ、ここで来るのが最近のモンスターなんですよ。限定キャラ露骨にしてるんで、いや、なんか連発しそうだなとはちょっと思ってますね。で、これがマスターオブで弾けるみたいな。はい、そんな中で7周年も真っ最中ですけども、まあ、結構明日のニュースは詰まってる可能性がありますね。いろいろとカロリー高めかもしれない。そんなわけなんで、適度に期待しながら視聴しましょう。よかったらコメント欄から皆さんの予想、妄想、感想などなどぜひぜひお待ちしております。あと、ついでチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで毎日妄想動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、これから頑張っていくんでどうかよろしくお願いします。すごい本当最近モンスト人口増えてて、いろんな方が見てそうなんで、この際ぜひよろしくお願いします。ではご視聴、ありがとうございました。さらば。